はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の終シリーズ第93弾やっていきましょう。で、問題9問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、皆さんに必要なところだけぜひね、確認してもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ画面下げますので、お待ちくださいよ。 文字、文字。ちょちょっとここがね、番書量が多くなりそうなので、ちょっとこの辺で止めておきます。では、参りましょう。で、今回もね、えっと、都道府県立のえ、普通の一般のね、公立の入試問題を使わせてもらってるわけなんですが、えー、ここの都道府県ね、なかなかね、まあ、癖が強いって言い方もあれだけど、これ、大門1とか大門2を中心に拾ってるんですが、難しいと思います。結構、難しい方だと思うんですよね。まあ、一応いきましょう。 で、まず1番は、まあ、いつも通り計算でございます。でよく言う、マイナス、かっこ、あ,まあ、引く、かっこマイナスっていうね。このバージョンは、足すに変えて、後ろの符号もプラスに変えると。つまり2、2足す5引く4になるので、まあ、7引く4で、まあ、3と。まあ、この辺はいいですね。で、この2番。これ、久々に見たなと思うんですけど、かっこの中に2乗なんですよねで。で、これ何度も何度も言ってるとこなんですが、すごく大事なとこなので、改めて、 えー、マイナス2の2乗。口で言うと同じなんですが、まあ、カッコつけるとね。カッコ、マイナス2の2乗が中に入っているものと、外に入っているものが分かれます。で、今これカッコつけてないんですが、カッコついてないものと、えっと、これ、同じです。いいですかこれ同じことを表していると思ってください。で、これは何かっていうと、2乗っていうのは2つかけてねって意味です。で、何を2つかけるのかっていうと、この2です。つまり、2を2つかけてねって意味なんです。2の2乗。 そこにマイナスがくっついてますよって意味。つまり今答えかけないですけど、これはマイナス4です、こいつは。だから今、ここもかっこ、カッコマイナス4になります。ここはね。じゃあ、下のカッコの外に2乗があるのは何かっていうと、カッコ丸々2個かけてねって意味です、こういう。だからこれマイナス2かけるマイナス2なので、こっちはプラス4なんですよ。4。こっちマイナス4です。だから違うんです。 似てるんですけど。で、ここがめちゃめちゃ狙われる。で、今まで四種付き合ってくださる方はわかると思うんですが、ほとんど外に来ます。受験実際出てくる問題。ですけど、久々に見た。中に入ってるの。つまり、こうやって中に入ってるバージョンもありますので、ね、お気をつけください。で、戻ると、3割る4分の1。まあ、ここは、掛け算に変えて逆数。上と下ね。入れ替える。まあ、1分の4だから4に変わります。これは小学校でやったやつね。つまり、3×4×-4 と。 なりますのでこれを全部かけていくとマイナス48かなこれで終了となりますこの指数あのちっちゃい数値指数って言うんですが指数の処理の仕方は本当にねしつこいけどごめん本当によく狙われるから絶対にこの差別というか区別差別じゃない区別をねつけるようにしてくださいで次ですねこれを、えー、っと Y について解けって言ってるので Y について解けっていうのはゴールがこれです y イコールホニャララ。この形にしろと言ってます。で、これ見たときに多分分配法則で先に配る方多いと思います。で、それでもいいです。もちろん解けるんですけど、これ見たときに両辺3で割れるなと思って割っちゃった方が楽ですね。3で。割るとこの3消えるし、これ2になりますよね。で、ここが消えるというか1になるので、結局カッコが外れるから、こうなるんです。式が。 で、あとまとめていきます。今、まあ、4x 右辺に持っていって、マイナス y イコール、マイナス 4x プラス2。今これ、こっちに持ってきました。で、これでたまに答え書いちゃう方がいるんですが、y について解けばさっきも言ったようにこれです。y イコールです。マイナスさえもダメです。ついてたら。だから全体をマイナスで処理します。で、マイナスで処理するっていうのは全部の符号を変えるんです。そうすると、えー、y イコール、ここも変えるから、 4x-2 となって、これを答えに書いてください。y イコール 4x-2 です。たまにここ抜いちゃう方いるんですが、全部だよ。ちゃんと y イコールから書くと。で、ちなみに、ここ、1行目ね、割った後に、これ自分だったらだけど、えっ、ー、と、こうせずに、多分 y をね、右辺に持ってっちゃうと思います。俺はね。あ、これ別になんなくていいんですよ。マイナス y を右辺に持っていくと、 あ,あ、y になるなって。あつまり、マイナスが消えるなって考えるんです。で、4x ここにいて、2を左側に持ってくると、マイナス2ってなるじゃないですか。で、これもちょっと覚えててほしいんですけど、移行って、さっきみたいにね、移行、えっと、イコールの右から左へこう、飛ばすとき、移行っていうのは符号が変わるじゃないですか。だけど、イコールがあって、右辺と左辺を丸々入れ替える。いる丸々入れ替えるんだったら、符号変えなくていいんですよ。 だから、こういう形にして、丸々入れ替えちゃえば、これになりますよね。で自分はやっちゃうんですよ、癖で。別にこれは <laughs> 強要しないんですけど、あの、右辺と左辺を入れ替えられるっていうのは、ぜひ覚えておいてほしくて。いいかなちょっとこれ6番に関わってしまうので消しますね。って感じです。じゃあ4番行きましょう。まあ、ここまででも結構癖強いですよね。で、これはすごくシンプルで、まず、えっ、ー、と、ルート12。 直していきましょう。これが 4×3 ですね。四312。で、4が2の2乗になっているので、これ入ってるかな大丈夫ね。えっ、ー、と、2乗を、アイテムを、こいつを使うことによって、この子はルートの外に出てこれます。つまり、これは2ルート3になります。ルート12はね。で、マイナス、これは分数の下にルートがあったら有理化します。有理化のやり方は、このルート3を、上と、 下にかけてあげると。で、ルートは同じものをかけると、ルートが消えます。なぜなら2乗で外に出てこれるから。つまり3になる。そうすると、外の世界と外の世界で約分ができるので、ここが1と3になるから、下はね、1で消えちゃうから3、3ルート3が残るから、こうなる。つまりこの式が2ルート3マイナス3ルート3に変わりましたと。 で、ルートの中身が揃ってれば引き算はできます。だから2、2引く3するとマイナス1ですよね。でも、マイナス1ルート3って書けないから、1はかかんどいて、マイナスルート3と。これで終了となります。では、ガンガン行きましょう。5番です。で、おそらく、わかんないけど、今回のこの9問で一番正答率低くなるのは5番じゃないかなと、個人的には思ってます。はい、これ、 因数分解しなさいですよね。割とここペン止まった方いると思ってて、このタイプの因数分解止まるんですよ。因数分解ってよくね、え、x2 乗マイナス、えっと3じゃない方がいいな。マイナス 2x マイナス3とか、これがつか。これでさ、えっ、ー、と、かけてマイナス3、足してマイナス2になるコンビを探して、x マイナス3、x プラス1みたいな。これが王道なんですね。よく出てくる。ま、死守でもいっぱいあったよね。 で、実は、この公式を習う前に、みんなある技を習ってるんですよ。因数分解のところで。それが何かっていうと、くくり出しです。くくり出し。共通なものを前に出すってやつ。例えば、えー、っと、どうしようかな。こうしようか。これ、因数分解できますかって考えたときに、これ、ここと、ここに X が共通なんですよね。 その共通してるものを前に出すんです。で、残ったものを後ろのカッコに詰め込むっていうのがやり方。で、こっから X 取るとなくなっちゃうイメージがあるんだけど、これ1が残ります。これなんとか1かける X だから。これ順番逆になっちゃった。いいで、X 前に出したから1が残る。こっから X を取ると Y が残るから、プラス Y だよね。これがくくり出しです。いいで、これを使っていきます。で、どう使うかっていうと、これ、 まず、ここまで見てください。ここまで。そうすると、X が共通なんですよ。両方 X 入ってるよね。なので、X を前に出します。残ったものは y、Y マイナス6とこうなる。で、ここで気づいてほしい。Y マイナス6。ここにも Y マイナス6があるんだ。だから、わざとね、ここに、プラスって書いて、カッコをつけます。同じ形にしたいから。こうします。そうすると、今、 この部分、この項と、このここで塊ね、今ね。塊になってる。y-6 が共通ですよね。だから同じなんです。カッコも共通だったら前に出しちゃっていいんです。で、多分、普通に学校で習うときは、ここをね、ラージ a とかラージ m とかって文字で置き換える。それでいいんだけど、自分は置き換える方がパニックになる生徒が多かったので、実、基本的に置き換えないです。これに関しては。ごめん、このまま力技で行くよ。 覚え方は、こうなった時に、カッコが中身丸々一緒じゃんって。だから、さっきと同じ、同じものを前に出します。あ、ま、イコールはセットだ。y-6 って。これを出すの。そうすると、こっから y-6 を取ったら、x が残るよね。さっきと同じ、残ったものは後ろのカッコに詰め込むから、x 入れます、プラスが残ってて、ここ、全部なくなってる気がするけど、さっきと同じで、かける1はいるから。 だから、プラス1が残る。これで終了です。まあ、綺麗に書くだら、多分 X のカッコを前に書いた方がいいんだけど、別にこれ×ならないから。カッコの順番大丈夫なので。こういう風にやってください。いいかな。まあ、このね、くくり出しを使った因ス文化はね、意外とね、学校とかでもあんま問題やらないんだよね。そう、だから意外と穴になりやすいので、ぜひね、ここでもし今回つまずいた方がいたら、もう練習でつまずいたらラッキーだから。 ここでできるようになったら本番いけるわけだから、そういうポジティブな気持ちで、ぜひね、繰り返しやってもらえたらと思います。では、6番行きましょう。二次方程式解いていきます。で、これはね、まあ、因数分解が使えればいいんですけど、これ使えません。かけてプラス2、足してプラス5になる数字のコンビがないので、なかったらいつものあいつ、簡易の公式行きましょう。ここが A、1ね。A が1、B がプラス5、C がプラス2です。で、ちょっと今回書きません。<laughs> 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac 呪文ですね。2a なんで2かける1で2分のマイナス b だから5にマイナスつけてマイナス5プラスマイナス今度ここ書くか。b 2乗だから5 5 25マイナス 4ac マイナス4かける1かける2つまりマイナス8です。で、ルートの中を計算すると2分の マイナス5、え、プラスマイナスルート17。ルートは絶対中身チェックね。外出せないかなって考えるんだけど、ルート17は出せません。だから、これはここで終了。答えが丸となります。いいかな。で、7番です。ここもね、割とつまずく方いるんじゃないかなと思っています。で、えっと、度数分布表が、今ちょっと編集で出します。これはね、があるわけですが、ここから、この10人の通学距離の平均値、 つまり今回のポイントは、度数分布表だけを使って平均を求めなさいって、これやり方知ってるかどうかの問題なんだけど、まあね、結構出てくるとこなので取り上げました。で、どうやるかっていうと、大事なのは階、消した階級値です。いいか階級値。それは、階級あ、度数分布表ありますよね。これ書きましょうか。今、その0から1が3人とかなってるでしょ ?1 から2が4人ってなってるじゃんか。それの、 階級値っていうのは、この階級の真ん中の数字のことです。つまり、0から1の真ん中って0.5ですよねあ。もちろん分数二分の一でもいいんですが、それを使っていきます。それが階級値なんです。で、その階級値に、その人数、度数をかけていきます。だから、0.5かける3をする。で次、4人のところは1から2ですよね。真ん中の数字は1.5です。だから、 1.5×4。次は2から3のところ。間は2.5ですね。それに2をかける。そして最後も3.5に1をかけます。で、こいつらを全部足してください。ただこれ分数でやった方が楽だと思うんだよね。2分の1、2分の3、2分の5、2分の7ってやった方2分の共通だからね。楽なんだけど、ちょっとこう小数でいきます。ここはね。で、あとはこれをまず足していく。で、えー、1、 5 5足す、え、6.0足す、ミスったらアウトなんだよね。5.0足す3.5。つまり、えっと、16か。となります。で、でよ、まだだよ。これを全部足したら、平均って今までやったのって、その計算して全部の和から人数割るじゃないですか。平均の出し方。小学校からやってるやつね。同じです。16って数字が出たので、16から今回全体は10人。つまり10で割って、 とこれが度数分布表から平均を出すす方法ですで今回は0から1とかだったんで0.5って間の数が分かりやすかったですよねでもしこれが例えば10からどうしようかな26とかまあないけどねないけど階級がこういう感じになってる時に間なんだろう分かんねえなって思,思うね感じだったらこことここを足して2で割ってください。 つまり足すと 36?36 36を2で割るから、18か。それが間の数です。それが階級値になります。だから階級値がパって出てこなそうだったら、両方に数字絶対書いてあるから、それを足して2で割る。いいかいそれが階級値。ここで使う数字ね。の求め方となります。まあそれも覚えてほしいんですが、まずは平均値の出し方。っていうのは階級値に度数をかけて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 全部を足して、 で、最後に忘れずに人数。まあ、度数で割るっていう。いいかなこんな感じでお願いします。あとも問行きましょう。で、来ました。絶対値です。ここはシンプルですね。マイナス3、0、2の絶対値を小さい順から並べなさい。じゃあ、この子たちの絶対値何ですかって言われたら、絶対値は0からの距離です。すごい0をするんだったら、絶対値は全部符号を取っちゃえばいい。マイナス3の絶対値は3です。0は0です。えー、2は2です。絶対値はね。 一番ちっちゃいのこいつ次はこっち次はこれってなるから、え、順番で並べるんだったら、い,い、う、あ、はい、終了。って感じです。では一応確認しておくと、なんでね、マイナス3の絶対値が3かっていうと、数直線書くとわかりやすいです。0があります。マイナス1、マイナス2、マイナス3ってあるでしょここの話だよね。で、0からの距離なんで、いくつ離れてんのって話なのよ。 0から離れてんのは、1、2、3でしょ距離にマイナスってないからね。うちから学校までマイナス1200メートルとかないわけよ。だから、ここは絶対値は3になる。まあズルをするならこれでいけるから、符号を取っちゃえばいい。プラスも、まあまあ、プラスになるんだけど、取るっていうか、マイナスを取っちゃえばいいね。いいかなまあこんな感じでやってください。ということで、ラストです。で、この確率も癖がある。結構。で、まず癖のあるところはカードね。いや、ここが結構ネックで、 1>, 1、ちょっと、あの、形変えるよ。1がダブルなのよ。ダブル。これもなかなかきついね。で、しかも元に戻さないというルールを作って、まあ2枚引いていく感じです。で、こうなる。A、a 大なりイコール B が成り立つときを求めなさい。で、樹形図を書かなきゃいけない。で、まず、いつもね、まあ固定していくので、ちょっと今回は1がダブってるから形変えていきます。まず、四角の1にしましょう。 時に、元に戻さないっていうのは何が起こらないかっていうと、これがないんです。これ。もし、引いたカードを元に戻すんだったら、もう一回四角の位置引ける可能性あるからね。だからこうなっちゃうんだけど、今回元に戻さないと言ってるので、1の丸、ちょっとごめん、2、3、4はしか書かないよ、もう。ごめんね、こうする。このパターンしかないよね。で、間違っちゃいけないのが次です。1一回書いたんだけど、1は2枚あるので、丸一の方、こっちスタートも書かなきゃダメです。 で、丸一丸一は起こらないけど、丸一四角一は起こるから。二三四いつかどんどん行きますよ。じゃあ2の時行きます。え、1、四角、一丸、三四か。まだ右行けっかな。あ行けるね。ちょっと付き合ってこれは、樹形図書か,かないとね、ミスるからこれ。一一二四最後。四の時が、えっ、ー、と、一一二 三。入ってるか入、はい、ってちょっとずるしまーす。ちょっと、<laughs> 失礼。で、こう樹形図、これで完成です。で、完成したので、まず枝の数数えましょう。1、2、3、4。4本の枝が、1、2、3、4。5個あるから、分母は20です。20ね。これは決定した。じゃあ、あとは、これを満たす。A、ダイナリーイコール B。で、今、A を左手にしましょう。これが A、こっちが B。まあ、1枚目が A で、2枚目が B って感じです。 で、つまり A が大きい方っていうね、意味になるんだけど、ここにイコールが入ってるので、A と B が同じでも OK なんです。いいだからここ、A と B 同じだからこれ OK だよね。でもあとは B の方が全部、比べたとき大きくなるからここしかない。ここも同じ。でもあとはないね。2になったときは、ここが A の方が大きくなる。3のときは、ここが大きくなる。4のときは全部だね。全勝できるね。こうなる。 で数えていくと一二三四五六七八九十十一となりますので二十、えー、分の十一です。でこれ約分確認するんだけど約分できないので二十分の十一でオッケーとなります。最後の最後でちょっと入ってないんだよね。<laughs> これ見えるかな大丈夫かな。はいという感じでまあ冒頭でも話しましたがちょっと癖が強い問題だと思いますただ 皆さんのね、地域の住んでる過去もはこんなん出ないよと思う方もいると思う。でも、自分はいろんなね、都道府県の過去もやるべきだと思ってるのが、それが、こういう問題が出ないっていう保証はないんですよ。で、多くのパターンの問題を経験した方が、当日落ち着いて解けるから。え、こんなん見たことないんだけどってことが起こらなくなるから。だから、もし今回ね、やってみて、いや、なんかこういうの苦手なんだけどって思った方はラッキーです。練習なんだから、今は。 だから練習試合、練習の時にそういった経験をいっぱいできておけば本番で落ち着いて解くことができますので、ぜひね、今回1回目で解けなかった問題があっても2回目、3回目で復習の時にできるようになればいいんだから、いいかな、ポジティブな気持ちで向き合ってもらえたらと思います。では、今回は高校受験対策の終シリーズ、第93弾やらせていただきました。今回の動画はこれで、ごめんなさい。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。